17周かー、まだ思い出レベル1なんだよな。思い出レベルってどこまで上げたらいいんだろうね。2ぐらいでいいのかな。お、治ってる。え、は、は、何ワンって、ワンって何、なんで今ワンって言ったの。え、何、自然に踊り出してる子がいるだ。このノリを何かのレッスンに生かしてみるとか。ああ、ダンスレッスンしろってことか。ヒキョ、最近ちょっと雰囲気が変わったね。もしかしてお仕事をしてる間は自信みたいなものが体から溢れてるのかも。ほう、自信のオーラが溢れ出てる。ああ、その通りで、もうオーラで満ち溢れてる。五光差してますよ。そうですね。ところで最近ステージの調子はどうかな。そろそろ、おお、ついに来るのか。そのポーズ出されたら新曲作るしかないでしょ。もちろん新曲だと思う。新曲発表。なるほどね。あ、これよくない？これよくない？これめっちゃよくない？おお、ほら、ゆきおちゃんも嬉しいですって言ってるよ。そう。これであれだよな、なんかこう。しぶきとかこうバーって上げて演出したいよな。ボーっつってダンレボっぽい。あー、確かにこれいいだろ。ゴシックで可愛い感じ。おー、いいね、3人に受けてるじゃん。ほら、これが俺のセンスよ。なんだこれ、恐ろしいな。買えってこと？アクセサリー、もっと新しいアクセサリー欲しいなってこと？ゆきおちゃん、あざといね。あ、宮崎での営業だ。先方の住所合ってるよね。イエス、宮崎って言ったらやっぱ東国原さんだしね。関係ねえな、何の関係もなかったな、今つながりが。わだわさん100社ありがとうございます。適当なこと言いすぎた。これも実際間違えたらどうなる。はへはへ？へ？はへ？は？はへ？はへ？はへ？嬉しかったんですけど、残念ながら違います。え、違うの？なんだ、出演者全員でサインする。はい、ああ。私が手が空いてたから最初に書くことになったんですけど、緊張します。いや、制服いいな。最初は最初でいろいろ考えて、あんなリボン強調しちゃってる制服なんてないよな。場所とか大きさとか。じゃあ一番端っこにすっごく小さな字で見えないように書くっていうのはダメですか。ダメだろ、リーダーだし。一番大きく書こうぜ。99% はるかちゃんのサインでいいよ。もしくは俺のサインを 99% にするか。まず林のね。ポスターのど真ん中だ。一番最初に書く人間の特権だ。そのくらい許されるだろ。そうなんですか。でも真ん中は主演俳優さんの場所のような気がする。ゲーど真ん中だ。アピールしろ。プロデューサーさん、それはちょっと困ります。
あはは。もしかしてやってしまった？すみません。よろしくお願いします。は？これバッドコミュニケーションだった、もしかして。ああ、ノーマルか。セーフ。ノーマルだったら大丈夫。実際セーフ。全然思い出ゲージたまんないじゃん。なんなんだよ、この値は。よし、パーフェクト。きたー、できる子ユニット。だいぶこれいいんじゃない。もう、まあ俺たちに思い出なんかいらないからな。狙おう、何をしても。あれ、プロデューサーさんじゃないの。なんだプロデューサーですって。プロデューサーさんじゃないの。大ヒット間違いなしですね。そろそろ思い出行った方がいい。今週も遅くまで大変だったね。3をつけろよ、デコつけやろ。無意識のうちにステップを踏んでるようだぞ。来週はレッスンの内容考えてやらなきゃな。お、またダンスか。ダンスモードか。心の目で見る。フェイリス。はるか。今の瞬間までは楽しく仕事できたよ。はい、とっても元気です。それじゃまたよろしくお願いしますね。今の瞬間までは楽しかったよ。うん。このゲーム難易度高くない？むしろ聞こえんの？わかんねえだろこんなの。二択だったけど実質。同じように聞こえるわ。同じような顔に見えるし、同じように見える。もうおじさんには、おじさんにはわからないよ。マジか。声優さんのファンだったらわかるの。プロデューサー、おはようございます。今朝は私たちの気持ちを体で表現しますね。マジで、ま、みんな余裕なの、うん、あ、なんだ、おはようございます。アンドゥトラー。言うのはるかだと思うじゃん。違うんで言うよ、ユキコなんだよ。たまにはユキコちゃんに聞いてみるか。さっきもユキコちゃんだった覚えがあるな。今日何かしたいことってあるかな。3人でやれるなら営業でもレッスンでも何だって構いません。構いません。みんなそうですねってなってる。おや、これは奇遇だね。そこにいるのは、なんだ、ワトソンじゃん。ところのおとぼけプロデューサーじゃないか。ワトソン社長じゃん。あなたはワトソン社長。おとぼけは無用ですよ。無用じゃない、余計だった。余計ですよ、無用ってなった。無駄に歩き回り、時間を無駄にしているのか、ご苦労だな。いい声してるな。君らのようなしけた事務所のユニットは足を棒にするしか策がないのだろうね。
俺たちがやってる仕事は無駄じゃない。頂点に行くために必要な仕事です。黒い社長がここで何の仕事をしてるかは知りませんが、俺たちだって負けない仕事をしてみせますよ。なんなんって語るのはやめてくれないか。あまりに次元が違うのだからね。それに私はセレブだ。君たちのようにそこだからセレブだみたいなこと言ってほしかったな。どうせだったら観光のため。観光なのかよ、仕事じゃねえのかよ。北東エリアは今1年で最も美しい季節を迎えている。アイオブザストームでもう言ってろ。美しさを味わうことなく仕事に暴殺されるなど愚か者のすることだ。アイドルアカデミー大賞ね。君分かっているのか。君ファンの支持を集めるにはまず実力が必要だ。あ、確かにそれはでも確かにそうだろうな。君のユニットにはマジか。まだ能力が足りないと。全国を駆けずり回ってもアイドルアカデミー大賞など夢のまた夢、大賞の幻すら見ることはないだろうね。これ一周目ですね。へっ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 。ま、信じるのは勝手だ。せいぜい盲信していたまえ。私には関係ない。さて、そろそろ失礼しよう。ねっとりしてるな。私は常に人に求められる身。こんなところで油を売っている暇はない。観光に来たんじゃないの。もしかしていい人なんだ。君と違って私は計画的に行動するので、うん、実はいいやつ説ある。今日はこれからセレブとしてテレビ局のオーディションを見学した後ライブハウスを回る予定だ。もちろん繁華街で通行人をチェックするのも忘れてはいない。もちろん、うん、むわっ、いやだからむわって感じ。何をバカな、セレブは仕事などしない。私が観光といったら。いやしろよしろよ、仕事社長ならダメだろ。 では本当にここで失礼するよ。アデュー。アデュー、アデューっていいな。今度からアデューっていうか、配信終わるときとか。それではみんなアデュー。ボンソワールって言って始まるみたいな。あ、なんだ。え、どっち。あ、あ、一瞬迷った今。森か、森か迷った。今俺の中でロックンロール県庁所在地をね、今再生してた。100倍速ぐらいで。すみません、あんまりこういう会社には来ないから珍しくて、つい。ロックンロール県庁所在地知ってる人どれぐらいいるんだろうね、今のこのご時世に。みんな知らなそう。自由な感じっていうか、ざわざわしてるっていうか、会社って感じがしないですよね。でもここは人がいっぱいいるのに案外静かなんですね。キーボードの音が響いてます。おお、カタ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 。あれって何ですか。確かに日本地図壁に貼っといた方がいいかもしれない。壁に貼っといても分かんなそうだね。水飯じゃん。いやー、資格をしたかったけどな。あ、めっちゃこれ早口で言ってそう。簡単なか言うならそれできるから、わざわざ席を立ったりする必要もないんだよって。これはメッセンジャーって言ってね。すごい。めっちゃ早口で言ってそう。あ、それとハイテクできるじゃないんだけどね。メールとは森からないよ。あ、でもここの会社の人は皆さんパソコンを使いこなしてるんですよね。すごいな。はるかだってパソコンを触ったことぐらいあるだろう。学校の授業でちょっとだけです。うちにはこの頃は Windows 98とかかな。話してってことは、もしかして私が自分でチャットするんですか。 Windows Me かもしれない。私が言ったことを
そこはシリじゃないの、シリ。シリで喋ろうよ。ヘイシリ。ズルだなんて別にそんなつもりじゃないですよ。私だって自分でできればやりたいんです。ちなみに僕は最初のパソコン Windows Me でしたね。サドンアタック起動した覚えがあります。 Windows Me。 水の中に入るとね、落ちるからスーンって言って。懐かしい。え、なになになに、何タッチする場所って、え、なに、え、やばい、どうしようどうしよう。天津飯ですか。タイピングと肩って関係あるよ。フォームが大事だからね。そう、肩を意識すればタイピングが劇的に速くなる。これぞプロデューサー式マル秘爆速タイピング術だ。そんなタイピング術が、うん、そうですよ。すごく単純そうだけど、なんだか奥が深そうな気がします。いや、今天津飯って言っておでこをタッチしようかなと思ったけど、さすがに気が引けてやめたんだよね。お、ノーマルなのこれ。はあ、おじさんはもうわからないよ。もうすべてが本当にわからない。何もわからないもん。何にも何一つわからない。パーフェクト。パッティバトさん100チアありがとうございます。あー、できる子ユニットか。これ以上上げる必要あるのかな。でもなんか10だし。黒い P はもっと上げろって言ってたしな。じゃんけんする相手を選んでわざと負けてその子に自信をつけさせてやろう。じゃんけんむずいんだよな。わかんねえんだよマジで。それじゃあプロデューサーいきますよ。じゃんけん。グー出しそうな顔してるお前は。ナムさん、え、もう一度。わかんねえ。え、わかんねえよ。チョキ。ああ、わかるわけねえだろうがよ、バカかお前。クソが。こんなのわかるかよ。逆にわかるのって。何？え、冬服？やば。ワン！冬服？これでもダンスの方がいいでしょ。ダンスの方が良くない？そんなことない。めっちゃこの冬服いいな。なんか。なんか、なんだろう、雅子様みたいな帽子かぶってる。なんか、ね、皇后様っぽくない？皇族っぽさあるよな。あと、なんか、ザビエル。君たちに朗報だ。優遇小町と再びフェスで対決する機会が巡ってきたぞ。お、ああ、また直前になって何組かのアイドルが出場を取り消したらしい。マジか、それ消されたでしょ。優遇小町との対決を避けたのだろうね。リベンジマッチか。彼女たちは以前にも増して力をつけてきている。だが今や君たち、いやー、負けてるだろう。まだ前回の雪辱を果たすつもりで持てる力をすべて発揮してほしい。いやー、まだ負けてるだろう。
絶対勝てないだろう。さてと、みんなはメイクに行ってしまったから、その間俺は会場の近くを見て出たー。あざとさガールズ出たな。出たわね。右の子をプロデュースしたいです。僕は、僕は右の子をプロデュースしたいです。 DLC で出してください。マーブルチョコだよ。美味しいからだよ。お腹減ったら食べるんだよ。首に巻いといて。そうだよ、リビングが燃えてるんだよ。大火災だよ。やばい、くしゃみが。宇宙一のスーパーアイドル ね。確かにスーパーアイドル感あるもん。あずささん、やっと見つけてきたのよ。もうどれだけ道に迷えば気が済むんですか。私が方向音痴なせいで、やばい、鼻水が。この今回は大変だったのよ。大勝負の一番のところで角を右へ曲がってコンビニに入ったのだけれど、もじもじするわ。かわいいなぁ。ごめんなさいね、イオリちゃん。もう邪魔をしないでおくから、続き、どうぞ。リュウグウコマチをプロデュースするゲームってないの？あー、DLC あるんだ。へえ。プロデューサーいたんですか？まあいいわ。みんなそろそろ行くわよ。いい勝負をするために。そうなの？不人気なの？でもなんかいおりちゃんってナンバーワンだって聞いたけど。プロデューサーさん、今日はお互いに頑張りましょうね。それでは。OFA オールフォーワン、ワンフォーオールだった。オールフォーワンじゃなかった。マジか。これ負けたらじゃあ死ってこと？負けたら死？そういうこと？決戦これ。あ、みんな必死で本気だよな。やばいな、今潰しとけばよかったんじゃないか。さあみんな、いよいよ竜宮小橋リベンジする時が来た。前回は確かに完敗だった。だがもうあの時の俺たちじゃない。今のお前たちなら十分ここに戦える。いや、勝つことができるはずだ。見せてやろうぜ、俺たちの全人生をかけたライブ。行こうぜ。最終回みたいな空気感になってきてるな。もちろんだとも。ああ、はるかの言う通りだ。とにかく今のお前たちの全てをステージにぶつけてこい。皆さん、そろそろ時間なのでお願いします。それとお隣のステージは竜宮小町が本番の準備に入ってますよ。向こうに負けないくらいステージを盛り上げてくださいね。はい、みんな、へい、入れていこうね。おう、
いやー、これいけるのかなー。